動画をご視聴ありがとうございます。今回はお笑い芸人の藤本さんと木下ゆきなさんの奇妙な同居生活を紹介していきます。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。2019年12月31日に離婚した藤原のフジモンこと藤本敏史49と木下ゆきな32が都内の同じマンションの別々の部屋に住んでいると6月5日発売の週刊誌は報じた。藤本は3月15日放送のトーク番組「僕らの時代」で子供のことで木下と連絡を取り合っていると明かし、3月24日放送のバラエティ番組「ロンドンハーツ」でも諸事情があり木下とは毎日顔を合わせていると説明。また今回の報道もネット上で話題になり、やっぱり偽装離婚なんかだからや、偽装離婚確定じゃないの？などのコメントが多く寄せられている。藤本は週刊誌の取材に対して、子供の学校や送り迎えがあるので、と同じマンションで生活している理由を説明。また、毎日ではないにしろ、一緒に食事や出かけることもあるようです。また、藤本は木下も子供を預けたりできますから、パパなので一番信用できるというか、そこでつながっていると思いますとコメントした。また、藤本は、別れた後も友達関係を続けるカップルの方がいらっしゃるでしょ？それに近いのかなとも話していましたが、恋人と夫婦は違う。両者に離婚に至るほどの大きな亀裂が入ったのは間違いないことでしょうし、同じマンションに部屋を借りて住むというのは、なかなか考えにくいですよね。やはり、藤本と木下のような離婚後の生活は、一般的ではなく、だからこそ、偽装離婚では、という声が出てしまうのだと思います。一般論ですが、離婚をしても、経済的な理由で家から出られずに、離婚夫婦が、生活を共にすることはあります。顔も見たくない、DV を受けていたなど、よっぽどの理由があれば違いますが、新居を借り、引っ越しをするにも、多額の費用がかかりますので、そうしたお金が、理由で別々に暮らせない離婚夫婦はいますね。その場合は、経済的な条件が整ってから、別居をするということになります。また、経済的な事情以外で別居を選択しない理由に、子供が可愛くて離れられないというケースもあり、大好きな子供たちと生活をするために、元夫、元妻と生活をするのも厭わないと考える人もいるという。藤本と木下の場合は同じタワーマンションだが、別々に部屋で、食費の面などでは節約ができるかもしれないが、経済的な理由ではなさそうだし、子供と一緒にいたいだけかもしれない。ただ、子供と、できるだけ長く一緒にいたいのであれば、同じ部屋で生活をした方がいいようにも思えるが、別々の部屋で生活しているのは、藤本さん、木下さん、どちらかの意地だと思います。同じマンションであっても、別々の部屋で生活をしているのは離婚の証です。同じ部屋での生活をすると、偽装離婚だと騒がれるリスクもありますし、様々なことを考えた上で、妥協点として、同じマンションの別の部屋での生活というところに落ち着いたのかもしれませんね、と関係者は話した。何とも複雑な環境の中にいるということは事実なのだが、果たして、いつまでも、この生活が続くとは思えないし、どちらかに、彼氏、彼女ができたら、また状況が変わるかもしれない。今後に注目していきたいです。皆さん今回の記事はどのように感じましたか？